はい、どうもー、15秒の奇跡ドアス。はーい、待ちに待ったこのゲームやってまいりました、炭の国パート2。どうもよろしくお願いいたします。前回までね、こちら囚われている人間が、銀髪の少女であるところの主人公ビオラちゃんだったんですが、二人目の主人公こちらイベルくんがこのねオープニング表紙飾っております。どうもありがとうございます。我らがこの赤コート番長をね、はい、喧嘩っ早い赤コート番長でいきたいと思っております。それではですね、炭の国パート2パート1の方をねご覧いただきました。皆さんはもうご存知と思うんですが、この炭の国、とんでもない国ですよ。いろんな秘密があります。収容所にですね、もうちょっとした罪で捕らえてきた人たちを何かの研究をするために、いろんな人をねしょっぴーで来ていて、でそれを監視させる監視員の方もね、ちょっとしたミスとかちょっと悪いことをしたとかっていうことで、こう二度とこの国から出られないちょっとした監獄なんですね。絶海の孤島に皆さんが閉じ込められていて、その中で、研究所が開設されておりまして、そちらでどんな研究がされているのかということを、ね、地元に全ては罪を犯した人たちが織りなす物語でございます。それでは早速、炭の国パート2第1回目進めていきたいと思います。レディーイゴー。ワーニング。このゲームにはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。ね。この実況をご覧いただくのも、躊躇していただけたらなと思います。バイバイ。はい、進めていきます。バイバイとか言っちゃったけど。あ、これね、前回の続きですね。ただ前回、なんかね、パート1の最終回だと変な建物に入る直前のところで、なんかね、見つけましたみたいな下りの中で進んでいく話だったんですけど、ちょっと、物語的にはパート1の、ビオラ編のラストからの続きですね。日が昇ってきた。そろそろ1を起こそう。ワンちゃん、超寝てんじゃん。焚き火も消えちゃったな。火は消えてしまっている。起きて、ワン。朝になったわ。ワン、起きて。ギャー！あ、今蹴ったよね。っていうか、あれ？もう朝？なんで？寝てたからだよ。どうして起こしてくんなかったんだよ。見張りを途中で交代しないと。あんたの体力が持たないだろう。確かに。ちょっと、話聞い。私も研究所に行く。一人じゃ港についてもすぐにやられる。研究所なら何か武器があるかもしれないし、新たな仲間を募ってね、人海作戦で逃げるということもできますからね。まあ職員側の方が武器の性能は確実にいいと思うけど。え、本当に嘘じゃないよね、ビオラ。その代わり、この施設から抜け出すの協力してよね。妹さんとね、一緒にワンさんも逃げればいいしね。ああ、もちろん。それで、研究所への道はわかるの？ああ、実は昨日廃屋にいた時にトランシーバーに連絡があってね。
これも罠だったんだね、きっと。トランシーバーで連絡を傍受されてんじゃないか、みたいな。まあ、普通だったら、まさか相手にトランシーバーを奪われてるなんて思わないだろうけど。監視員が研究所の場所を話していたから、大体覚えてるよ。なるほど。え？トランシーバーで？怪しいな、ビオラは勘がいいからね。あれだろ？誰かがまだ実験体送りになったとか、そういう。ちょっとビオラ不信感を持ってるね、その情報に対して。そう、このシーンで終わったんだよね。で、イベルとロニーさんたちがここに、やってくるという流れでございます。お、教会がある！ここで休もう！ねえ、ワン。私はやめた方がいいと思う。というか、研究所に行くのはもう少し準備をしてから。話は中に入ってから聞くから。お腹も空いたし、食べ物があるから。わかった。食べ物あるかな？イベルたちがどのタイミングで駆けつけるとか、ちょっと。よし、鍵はかかってないな。もうそこから怪しいよね。鍵がかかってないって。うわぁ、監視されてるよ、絶対。出た！奴らの車が、待ち伏せされてるかもしれないってことか。あ、イベルたちが乗ってる。あれは、ビエロとワン・ショウケイ。だから言ったろ、ここにいれば来るって。でも、なぜ夜まで待たなければいけないんですか？もし逃げられたら。大丈夫だ。その細工はしてある。どういうこと？夜にならねえと機械も動かねえしな。そういうシステムがあるわけか。なるほど。機械って、この後ろにあるやつですよね。これって一体、捕まえるための、なんか、すごい機械か。結局何も教えてくれないわけですか。そんな態度を取られて、この施設を信用できるわけがない。そうか。そうだな。ジョン、コーヒー飲むか。イベルです。ジョニーとジョンはどう違うんだろうね。いやー、ちゃんと呼んでくれないな、ロニー先輩。ちゃんと呼んでほしいよね、名前。まだ、バディとして、なんか、そこまでの、お互いね、信頼関係というか、気づけてないんだろうね。何これ。気味が悪い。この教会が使われなくなるような何かがあったみたいだね。ああ、腹減った。食べ物探してくるよ。大丈夫だって。ゾンビも監視員も私が退治するからさ。いやー、まあ、強いのはわかるけど、過信がすごい。ワンさんの自分の力量の過信がすごい。この明かりがなんかね、劇的なシーンを生みそうだよね。あ、なんか紙がある。エイジ。八。あ、オーガストか。たくさんの受刑者たちが涙を流す。罪を反省し、神に許しを請う。私は彼らの懺悔を聞いてやる。この教会には、許しなどありはしないというのに。これ、神父さんが書いた、日記か。破れたページ A を手に入れた。罪は許されないの？ここ、教会なのに？外に出る必要はない。出たいんだもんだって。
と、ワンさんが行ってない方を探索してみようか。一回ね。これは神父さんの部屋なのかな？窓ガラスが汚くて外はよく見えない。もう結構使われなくなって、何が入ってるんだろう。番号を入れてみよう。あ！え？何？え？何？今の音。ビオラ、どうしたのさ？大丈夫？何があった？なんだ？この金庫。触っちゃダメ。その金庫に触ると、電流が体に流れるようになってる。マジで？じゃあ、どうする？目の前にお金が、お宝があるっていう。もう、ワンさんいちいちなんかあるごとに目的変わるね、この人ね。宝とは限らないけど、ここまで厳重にしているってことは、中に何かあるのかも。でも、この教会は使われていないはずなのに、なんで電気が通って？わかった。じゃあその電力を止めればいい。あっちにはブレーカーみたいなのはなかったから、多分この部屋に。うわ、開かない。ワンさん、勘がいいな。ほら！ほら！開くか、ワンさんの合力で。ダメか。何やってるの？いや、体当たりでドアを壊すんだよ。そう。頑張って。協力してあげないんだ。黒電話だ。電話線はちぎれていて使えそうにない。なんかこういうところで、シリアル、ダイヤルの、なんか、ヒントがないかな。おー、ワンさん。疲れたー！このドア硬すぎるよ！なんかいいもの持ってない？このドア壊せそうなものか。人骨。これとか。ええー、何これ？人の骨か？あんた呪われるよ！墓も壊してたしね。うるさい。ちゃんと感謝はしてる。そういう問題？とりあえずそれ借りるね。いやー、壊れるか、人骨で。硬いとはいえ。どうすか？無心にドアを叩いてるって怖いわ。実写で見たくないやつだよね。いびつな音だ。鍵盤には所々赤いシミが見える。なんか物悲しいね。お、ワンさんが挑戦したけど。なんだろう、さっきの電子音みたいな。これ壁の向こうとか怪しいよね。灰色に枯れ果てた植物がある。まるで化石のようだ。なんかこれ、ダイイングメッセージっぽくない？壁には、Go to Hell と書かれている。地獄に落ちろ。ここで何があったんだろう。お、超動かせる。今、何の考えもなしに動かしたけど。大丈夫かしら。これも動く。動く。動く。超動く。ちょっと待って、この日記を。エイプリル14。この教会が建設されて、今日で半年。ついに OV-148 試作品を試す時が来た。今日、この教会で起こることは、新たな世界の幕開けにつながるだろう。ちょっと、内容も気になることだけど、破れたページ B を飛ばしちゃったことになんか、ちょっと、
怖さを感じるけど。読む。どうだ？ページはほぼ破かれてしまっている。ほう。あ、背表紙に何か書いてある。この教会が生まれた日を忘れてはならない。へえ、意味深。この椅子動かして何か意味あんのかね。でもまああれだよな、この椅子は動かせる場所に限界というか限りがあるから。あ、この壁なんかおかしい。道具があれば壊せそう。道具しまった。人骨はや、人骨はあいつに渡したまんまだぜ。しまった、あいつ壊せたかな。なんかバール的なやつとかないのかな。まだやってら。へい。しまった、人骨渡しちゃったもんな。なんかベッドの下になんか、あ、求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ。そうすれば見出すであろう。門を叩け。そうすれば開けてもらえるだろう。マタイ福音書。運命の日まで1ヶ月を切った。忘れる、恐れることは何もない。お、開いた！開いたよ、ビオラ。おお、足が速い。なるほど。手紙を全部持ってるといいわけね。お、なんか貴重なものないか、ワンさん。なんだ、何もない。でもナイフがあるよ。武器で持っていこう。ワン、これあげる。廃屋で見つけた缶詰。え？いいのか？これから大変になるだろうし、いざという時あなたに助けてもらわないと困るから。ありがとう、ビオラー！ちょ、くっつかないでよ。ワン？え？妹は、本当にまだ生きてんのかな。もしもう生きていなかったとしたら、私はビオラを無駄に危険にさらしていることになる。これあげる。破れたページ B を手渡した。何これ、ちり紙？違う。何かの書類よ。破れて落ちてたやつ。求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ。そうすれば。これは聖書の言葉か。ええ。まさか、私のこと励ましてる。これで。何笑ってるの？いや、聖書で励まされるなんて初めてだからさ。私はキリスト教徒じゃないけど、この意味はわかるよ。本当にわかってる？うん、
要するに諦めんなってことでしょ。まあ、そういうことでいいわ。ありがとう、ビオラ。妹も、きっと腹すかして待ってるね。そうね。見つかるといいね、とにかくね。トランシーバーに。この先、悪天候が予想されるため、逃亡者の捜索を一時中断する。これで、俺たちの行動を測ってるわけだ。要は、悪天候で外に出るのは危険です、みたいな。うん。で、全捜査班は、政府に撤退してください。これで俺たちが、ビオラちゃんたちが、情報操作されてるわけだ。賢いなぁ。やったね、ビオラ。しばらくこの教会で休めるよ。ええ、そうね。じゃあ時間も来ましたんで。おい、マイケル。おい、ジョニー。イベル。やっと寝たか。なかなか薬が効かなくて焦ったぜ。まあ、先輩なりの愛情なのかな、後輩に対する。これから起こることを見せてはならないっていうね。さて、やるか。情報操作して、この中で安心して寝てる二人を捕らえるというのが、ロニーさんの今回のミッションなんでしょうな、きっと。ビオラ、起きてる？ええ。あのさ、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。もし私が死んだら、そういうこと言わないで。もっと眠れなくなるから。でもさ、しといた方がいいよ。ほら、遺言的な。互いに残しとこうよ。残された時のために。うわぁ、不吉だな。もし私が死んだらね、妹を助けてほしい。ほら、私たちはもう友達だろ？それくらいやってくれるよね。友達ではないよね。うん。友達になった覚えないけど。苦労を共にした仲じゃないか。それに妹はきっとビオラの役に立ってくれるはずさ。ワンさん的に強かったりすんのかな、役に立ってくれるって。考えとく。ありがとう。それでビオラの遺言は？それ気になるよね。お父さんに伝えたいことがある。お父さんって養父のことか。やっぱヘレネだかヘレナだかを殺害したのはビオラの意志だったってことか。じゃあ代わりに伝えといてあげるよ。なんて伝えたいんだ？教えない。遺言になんないじゃんか。教えねえのかよ。うわあ、これさ、ビオラのね、物語に付随することだから聞いときたかったけど。お姉ちゃん、私がお姉ちゃんを助けてあげる。で、この翌日にワンさんのことを、なんか、やたらと喧嘩ふっかけてた野郎を、拳銃で撃ち殺しちゃうんだよね。妹ちゃんが。よく似てますね。これ絶対ロニーさん来るよ。なんだ？息苦しい。薬か！
体がだるい。息が、うまくできない。うわ、ロニーの罠だ、これ。あ。じゃあ、ワンさんが動かせるようになりまして、ここで一回ね、このゲーム中断したいなと思います。なんか息苦しい感じになってるみたいなんですけれども、どんな風に疲れてるからね。でもまあ、寝ながらこの息苦しい状況、大丈夫かなって逆に思っちゃうけど。それじゃあね、これからどんなゲームが展開されていくのか、皆様お楽しみに。といったところで、今日のところはこれにて、チャンネル登録、いいね、随時お待ちしております。それでは、バイバイ!次回を待て!